皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は、小学校2年生の算数、わかりやすく整理しようの内容です。教科書10ページを開いて、一緒に算数の勉強を始めましょう。皆さんは、好きな野菜はありますか？ゆいさんと翼さんの学級では、生活科の授業で育てる野菜を決めようとしています。みんな、どんな野菜を育てたいのかな？教科書の黒板の図を見てください。育てたい野菜を一人一つずつカードに書いてもらったところ、こんなにたくさんのイラストが並びました。ゆいさんのクラスで一番人気なのはどれでしょう？このままではどの野菜が人気なのかよくわからないね。どのように整理したらいいのかな？今日は育てたい野菜と人数をわかりやすく整理するにはどんな整理の仕方が良いのかみんなで考えてみましょう。ここで一度動画を止めて、今日の目当てをノートに書きましょう。書き終わったら動画の続きを見ましょう。どの野菜が一番人気かなとか、ナスを選んだ人は何人いるのとか、どんな整理の仕方をしたらすぐに答えられると思いますか？黒板の絵を並べ替える？でも、こんなにたくさんあったら大変です。どの野菜を何人の人が選んだのか、人数が知りたいので、絵は並べ替えずに考えたいと思います。それでは、育てたい野菜と人数をわかりやすく整理する仕方について自分の考えを書いてみましょう。動画を止めて自分の考えをノートに書きましょう。どんなことを書きましたか？一つ一つの野菜を数える。野菜に印をつけながら数える。1年生の時にも、朝顔や動物を数える時には、印をつけながら数えましたね。表に表す。表って何でしょう？表は、ここにあるように、野菜の名前と人数を整理するためのものです。教科書11ページの黒板の図を見ながら、一緒に育てたい野菜と人数を表に表してみましょう。はじめに、ナスを数えましょう。1、2、3、ナスを育てたい人は3人だから、ナスの下に3と書きます。では、動画を止めて、残りの野菜も数えて、表に表してみましょう。できましたか？では、2つ質問します。ノートに、練習、1、2と書いてください。質問の文章はノートに書かなくて構いません。答えだけ書きましょう。1、かぼちゃを育てたい人は何人ですか？2、人数が
5人の野菜は何ですか？この質問は、表をよく見て、5人の野菜を全部答えてくださいね。答え合わせは、次の勉強の時に行います。では、最後に、ノートに今日の勉強の感想を書きましょう。今日の勉強はこれで終わりです。ありがとうございました。